NHK 交響楽団演奏会でございます。今日は昨日に引き続きまして、 NHK 交響楽団が昨年3月に行いましたお鷹賞制定30周年を記念した定期公演から、日本の協奏曲作品と昭和56年度お鷹賞受賞作品を NHK ホールでのライブ録音で聴いていただきましょう。お鷹賞は指揮者であり、また優れた作曲家でもあった穂高久忠氏の音楽界に残した功績を記念して昭和27年に創設されました作曲賞で、昨年30回目を迎え、これを記念して日本の管弦楽曲を特集したプログラムが組まれました。今日はその中から三好明、八代昭夫、芥川康、武満徹、以上4人の作曲家による独奏楽器と管弦楽のための作品、それに昭和56年度お鷹賞受賞の一柳俊、小高篤忠お二人の作品を聴いていただきましょう。はじめは三好明作曲、バイオリン協奏曲です。演奏は管弦楽 NHK 交響楽団、バイオリン鈴見岸子、指揮は N 響の正指揮者富山雄三、以上の皆さんです。
Thank you.
Thank you.
三好明作曲、バイオリン協奏曲。演奏はソリストに鈴木岸子さん、それに富山雄三さん指揮、 NHK 交響楽団です。